私、買います。わさくらすずりによる日本の携帯小説作品、モバゲータウンの小説大賞でゴマブックス賞を受賞。その後、2007年にゴマブックスにより書籍化され、発売3週間で売上が10万部を突破した。また、2009年にゴーマ文庫により文庫化された。なお、文庫本には番外編が収録されている。 本作品のテーマは、仕事、お金、家族。主人公、まおりは、父の借金を返済するため、小学生の頃からアルバイト生活を送ってきた。まおりが高校生になっても借金は完済できず、相変わらず、アルバイトをしていた。その中、父からの一言、まおりのこと売っちゃった。ごめんねえ。そう、まおりは、多額の借金と引き換えに、 イケメン財閥恩蔵ョ貯林に買われることになったのだ。当然、マオリも猛反発。いつものように借金取りに追われていた。そんなある日、マオリの家に一人の青年が来た。貯林だった。二宮さんが抱えている借金をお返しいたします。なんと、糸口ンは父の作った借金の二倍の額が書き込まれた小切手を提示してきたのだ。そして、 マオリは糸口リンと生活を共にすることとなった。そして、マオリは決意する。自分を買い戻すことを。一方、糸口リンと父の間にも契約が交わされていた。マオリを買ってから4ヶ月の間に、好きと言わせなければ、彼女を手に入れることができないのだ。他、ゴマブックスにより発売。ありがとうございます。